さてワールドカップ2といえばこちらの方映画パーソナリティ琴吹つかささんです琴吹<え>さんおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします琴吹さん先週はバスケットボールのワールドカップについて、はい、いろいろと琴吹さんの深い見識を披露していただきましたい,いえい,いえちょっと待ってくださいちょ<え>記憶飛んじゃってんのかな飛んじゃってる ほとんど内容なかったと思いますよ。そんなことないですよ。バスケなかなかねあんまり分からなかったんですよね。いやいやいやね。でいよいよですね。明後日9月9日から今度はラグビーのワールドカップが始まります。まあ、こちらはフットボール王国静岡で生まれ育った小田部さんとしてもこれはもう得意なジャンルですよね。 まあ、フットボールまあまあや、サッカーね。サッカー好きで見てましたけども。はい、まあ、あの、高校の時ですね。<っ>あの、僕、あの、ニュージーランドに、あの、ちょっと留学、換気留学ちょっと行ってまて。あら、おしゃれ。して。やっぱニュージーランドに行ってね、何の知識もなかったんですよ。でも、やはりこの、ラグビーが盛んでね、オールブラックスの試合見に来ましたから。らま、非常にこのラグビーに興味を持ったなんていう。す,えー、すみません、あの、30年以上前の思い出をちょっと語ってみましたけど。<laughs> いやいや 好きだってことなんですね <laughs> いやそんなごめんなさいちょっと僕全然その得意じゃないです参考までに今回のラグビーワールドカップこちら開催国はどこでしたっけ開催国は、えー、フランスですはいその通りでございますありがとうございます、えー、で日本は日曜日9月10日の日本時間夜8時から南米チリと対戦します ちなみに日本代表のプール D で ABCD の D ですねで対戦するチームチリ以外どこの国になるんですかね なるんですかねなるんですかねって。いや、テラちゃんね、<laughs> はい、いつもね、ええ、台本を読んでね、ええ、クイズの出題者みたいな感じで、ええ、いつもこの上から言うじゃないですか、僕に。上からじゃないじゃないですか。ちなみに、ちなみにコーナーって言われてるんですよ、これ。<や>チリ以外どこの国ごめんなさい、ちょっと本当に申し訳ない。僕、わかんないです。いや、ちょっと待ってください。はい インングラドアルゼンチン、これめちゃくちゃ強いじゃないですか。で、これね、ランキング、直近のワールドラグビーランキングっていうのが手元にありますから、ご紹介すると、日本が14位です。でも、それなりです、ポジションにつけてますね、なりで、チリが22位、そしてサモアが12位。 イングランド8位,ド8位アルゼンチン6位。ですインンンングラド位位アルゼチこれちょっと厳しいなそうですねだってこのプール D5 チームいる中でもこの4番手ですもんね。うん、ですね。ということですがきさん日本決勝トーナメントに駒を進めることができると思いますかここで できないと。答える馬鹿いますか <laughs> なんなんだだ,だ、全員、リスナー全員的に回しますわ、そんなこと。あ以前のほら、ことぶきさんだったら、ここでクールにね。いや、そんなね、逆張り人生終わりですよ、寺ラちゃん。終わったんですか決勝リーグ行くでしょうよ、トーナメント。決勝トーナメントに駒を進めることができる。 え、ギリに決まってますよな、なんか。小<う>さんは、こういうふうに予想しております。じゃ、だから、から<え>何の専門的知識はないですよ。希望も含めてね。日本、残念ながら、ワールドカップ直前のテストマッチは1勝5敗と、まあまあ、厳しい結果ではありましたよね。その、なん<え>でしょうかテストマッチの1勝5敗はい。テストなんですよ、あくまでも。 テストで点数取れなかったって本番で取ればいいんですからはいそうですよねそのためのテストマッチですからねそのためいやいろいろねこうの試したと思いますよ弱点を、ね、うう修正しうりとかねあで日本はですね2019年に自国開催でのワールドカップでアイルランドスコットランドといったこの強豪が集うプールを4戦全勝で勝ち抜いて史上初のベスト8入りを果たしたわけですよ ね、いや、この時はね、興奮しましたね、確かにね。えー、えー。と、これ、当然目標はベスト8以上ってことになるんでしょうかね。もうまた、ちょ今日ちょっと、はい、テラちゃんおかしいよ。ちょっと僕は憤ってる。うん、ベスト8以上が目標はい。もうやめましょう、そういうの。<ー>優勝でしょ、それは目標は。ああ、もう予想は優勝。 いえ目標ですよ。も <laughs> そこはクールだな。そこはちょっとはっきりこう区別しておかないと。じゃあ改めてお伺いします。はい。小野さんのズバリ予想は。まあ、ベスト十六ぐらい。十六ぐらい。らいにはちょっと入っていただきたい。<笑><笑>そこからそこから優勝を目指してほしい。はい、そこそ,そこだそれだけです。<laughs> はい。ではですね。ラグビーボールはなぜ楕円形なのでしょうか。いだからそこですよ。 元々はね、この、サッカーですから、基本。はい。ウッドボイングランド。ええ、ただ、この楕円形だからこそ、この、何ですか、あのー、飛び方、跳ね方がわからないみたいな。はい、ゲームの面白さをこう、増してるわけじゃないですか。うんええ、そういった兼ね合いなんじゃないんですか違うんですか違うでしょうね。 <laughs> やめてください <laughs> 全部自分で完結して <laughs> ラグビーボールが楕円形の理由は豚の膀胱を膨らませて使用したことが起源なんだそうです<お>で豚の膀胱空気入れると楕円形に広がっていくらしくてでそれを牛の皮でコーティングして使っていたことからラグビーボールってのは楕円形になったんだそうですよ。えー、でこれ当時はです、ね、この牛ののの皮を楕円形のこの豚の膀胱に 合合わわせせてて縫い合わせていくのこれ大変だったでしょうね。技術的には大変だった。確かになんかその豚の膀胱だとか牛の皮みたいな話は聞いたことありますけど。はい、でもそのね、うん、膀胱だけだったらまあ薄くて弱いから、それを牛の皮でコーティングして、それを塗って。 それであの形になったってことのようなんですよね。えー、そうなんですね。いやだけど、これ最初の人はね。この針と糸でこう縫い合わせた。うん、これ大変だっただって。糸がほつれたりもするでしょうからね。 であと、その時代的にもね、それほど精密にね、縫い、えー、合わせるっていうのも難しいのかもしれないから、えー、でもそうやってラグビーっていうスポーツが発展していったんですね。はい、さあ、そんな中、今朝、ことぶきさんが紹介してくれる映画何でしょうあ、そういう、びっくりしたよ。ごめんなさい。そういうことね、テラちゃんね。えー、なるほど、なるほど。ありがとうございます。今朝紹介する作品は、ほつれるという映画です。 伊豆つ監督とことぶきさんの関係性の話ですかいいえ、ほつれてないし。そうですか。ほつれてないと僕は一方的に思ってるし。<え>確かに文化放送で以前レギュラーやらせてもらってましたけれども。はい。ほつれるとかじゃ、ほつれるです。えっ、ー、とね、この映画なんですけれども、まあ、演劇界で注目を集める、この演出家、そして劇作 の加藤拓也さんという方がいらっしゃるんですけれども、えー、映画監督デビュー作私たちは大人に続いてのこのオリジナル脚本で取り上げたまあ、長編第2作なんですねどんな物語か簡単に説明いたしますとまあ、夫婦の物語ではあるんです夫の文典との関係がすっかり冷え切ってしまっている綿子 が主人公なんですけれども、彼女はね、友人の紹介で知り合った男性、木村と、まあ、頻繁にこう会うようになるんですよね。これ言っていいと思いますけども、まあちょっとこの、まあ、不倫関係にあると言ってもいいと思います。<ー>でね、ある日ね、わたと、まあ木村の関係を 揺るがす決定的な出来事が起こるんです。まあ、不良の事故が起きてしまうんですよ。でね、そうするとね、日常のこの歯車が徐々にこう狂い出していくという,こう、<ぁ>まあまあお話なんですけれども、ポツデルという作品のまあオープニングなんですけれども、ワンショット。 長回しでこう始まるんですよね。この非常に演劇的な技法だと思って、まあこのあたりが、まあもちろん今回映画監督でもありますけど、もともと演出家、劇作家をやられている加藤さんの、やっぱりこの、思考というか、まあ演劇とのこの融合みたいなものも感じました。でね、まあ主人公なんですけれども、角脇麦さんが演じてるんです。で、僕は角脇麦さん、まあもちろん大好きな女優さんで、思っ ったのが、まあ、角脇麦さんって、強さと弱さを内包した演技が、まあ、上手、上手くて、なおかつね、不安定さみたいなものも感じるんですよね。はい、この不安定というのは、もちろん演技としての不安定さ。だから、演技が下手とか上手いとかそういうことじゃなくて、この内情の不安定さみたいなものがスクリーンからこう、伝わってくるんですよ。でね、 まあ、大林信彦監督の花形見という作品でも出演されてたんですけれど、僕はね、この角脇麦さんの、この心情的な不安定さを演じられることができるという点で、僕は大林信彦監督が、角脇麦さんに目をつけたっていうふうに僕はね、まあまあ思ってるんです。で、この作品なんですけども、先ほども言いました、まあ、このいわゆる夫婦の、まあ、すれ違い、 っていうことを言ってもいいのかなまあ、夫婦の物語でもあるんです。でね、まあ、夫婦家、また村健太郎さん演じる夫、文典と、えー、角脇麦さん演じる綿子、まあ、夫婦なんですけれども、非常にこの話し合う夫婦なんですよ。非常にこの文典というのは正論。で、妻、綿子にこう問い詰めるんです。これこう思うよ。僕はこうだと思うよ。こういうことじゃない。ただ、この、 正論が妻、私子を精神的に追い詰めるんですよね。はい。ね夫婦においてね、これリスナーの方もわかると思うけど、正論だけじゃなかなかやっていけないじゃないですか。はい、お互いのやっぱ感情みたいなものもあるから。やっぱりこう人間関係っていうのはこの理屈じゃない部分もあるんですよね。 ましてや夫婦はね、互いの主張が噛み合わない時がやっぱりあるなっていうことがこの作品わかるんですよね。あとね、まあ、あの夫婦を題材にしたという点で言うと、まあ、僕が本当オールタイムベスト映画の一本ですね。スタンリー・キューブリック監督の遺作、アイズ・ワイド・シャットという作品があるんです。で、これはトム・クルーズとニコール・キットマンが実際の夫婦時代に撮られた映画なんですけど僕はね、このアイズ・ワイド・シャットに通じる 夫婦間の揺れ動く感情がリアルに流れてるなっていうふうに思ったんですよね。いや、このあたりとかもね、まあ、ほっつれるという作品。まあ、なんか非常にこの物語として激しいものがあるかというと、そうとは言えない。けどもね、こう見ていると、それぞれの夫婦間に流れる逆流というか、 夫婦でしかわからない問題みたいなものをね、ものすごく感じ取りましたで。ただ一つ言いたいのは、このアイズワイドシャットに通じる夫婦間の揺れ動く感情と言えながら、導き出した結果は、 キューブリックとはまた別の答え。このあたりもね、僕はね、楽しんでいただければな、なんていうふうに思いました。夫婦、それぞれの形がありますけれども、やはり理屈では通じない部分があるよってことも描かれていると思います。映画、ほつれる。ぜひ劇場で体験してみてください。 ことぶきさん映画、ほつれる、10点満点中何点 ?7 点でお願いします。今朝、ことぶきさんが紹介してくれました映画、ほつれるの劇場鑑賞券、3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先は、テラ e ン映 a アットマーク、j o q r n e t 映画、ほつれるは、明日9月8日金曜日公開です。 ことぶきさん、はい、何ですか先ほどですね、今回のラグビーワールドカップ日本、はい、ベスト16以上という予想が、はい、このね、えー、コトブさんから出ましたけども、ベスト16だと予選敗退なんだそうです。あ、ベスト16だとダメ。<laughs> ダメなんだそうで。ベスト8以上が決勝。まずはベスト8目指しましょうじゃあ。<っ>まあ今回ちょっと見ます。 おそ、ええ、らく結果も含めてまたおはようてらちゃんで話すことになるでしょうからチェックしたいと思います。よろしくお願いします。はい,はい。はい。寿さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースピックアップ、寿シネマのコーナーでした。